こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。ご視聴ありがとうございます。オーストラリアがウクライナに毎月100機の無人航空機を供与することになりました。そのドローンの飛行航続距離は 40km から 120km で、信頼性が高く、精密な自律飛行が可能です。このドローンは簡単に組み立てできて、極めて安価です。 驚いたことにはこの無人航空機のボディは段ボールでできています。今日はこのことについてお話します。この無人航空機はもともとはオーストラリア政府がオーストラリア陸軍のためにメルボルンのシステムエンジニアリング企業サイパック社と自立飛行システム開発の公募者に作らせたシステムです。オーストラリア国防総省は ウクライナ支援のためにサイパック社に資金提供してこのドローンを大量製造しました今後毎月100機をウクライナに送るということですこのドローンの名前はコープレシジョンペイロードデリバリーシステム略して PPDS 日本語にするとコー精密配送システムです 人間が手に持って紙飛行機を飛ばすように飛ばすこともできますし、折りたたみ式のカタパルトを使って慣れない人でもしっかりと離陸させることもできます。紙飛行機を飛ばすようにと言いましたが、このドローンの機体は段ボールでできています。段ボールといっても防水処理してあるので雨の中でも飛ばすことができます。 組み立てる前には重ねて収納できるのでとてもコンパクトな形で輸送できます。組み立ても一度習えば誰にでもできると言います。この PPDS の積載貨物の重量は 3kg から 5kg と言われ、航続距離は積載するものの重量によって違ってきますが、40km から 120km までのかなりの長距離を 自立飛飛行で飛ばすこのドローンの主な任務としては、味方の部隊へ食料や医薬品や弾丸を届けるほか、敵を攻撃するドローンとしての運用も可能です。段ボールでできているので、基本的には使い捨てですが、60回ほどのフライトに耐えた個体もあったということです。段ボール製なので価格が安く、 例えば先日黒海上空でロシア軍のスホーイ27に接触されて撃墜されたアメリカの無人航空機 MQ9 リーパーと比較すると MQ9 リーパー1機の値段でおよそ1万機の PPDS が買えるという説もあります極端な話米軍の MQ9 リーパー1機だけでロシア軍に攻撃を仕掛けるのと ほぼ同じコストで、およそ1万機の PPDS で、ロシア軍に対して飽和攻撃を仕掛けることができるということが理論上だけでは言えます。PPDS を開発した豪州サイパック社のアマンダ・ホルト CEO は次のように話しています。オーストラリア純国産の PPDS は、オーストラリアの産業が世界をリードする 自立飛行システムを開発できたことの証明であり、我が社はウクライナ軍を支援できることを心から光栄に思います。PPDS を開発した豪州サイパック社のアマンダ・ホルト CEO はこのように話しました。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。